皆さんこんにちは。今日はいつもシガユナイテッドベースボールクラブの選手たちの勇姿をカメラに収めている勝雄一郎さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。名前呼ばれたら恥ずかしいです。お願いします、はい、いつも、はい、イニングごとに選手たちの写真を撮ってその臨場感をブログで伝えていただいています、はい。いつもね、どこで写真を撮られてるんですか？はい、あれはね、ホームは一塁側、はい、でビジターお邪魔した時は三塁側。ね、だから基本的にそのプロ野球と違って、うん、カメラマン席っていうのがどこもないんで、うん、まあ、最初はですね、審判さんにその、まあ、審判さんもそのカメラマンが基本的に来ないじゃないですか、うんうんうん、だからそういうエリアというか、はい、カメラマン席っていうこと自体を知らないので、あ、なるほど、うん、だから4月始まって5月、6月ぐらいまでは苦労しましたよ、ね、その場所をボールデッドになっちゃうので、はい、うん、だから白いライン引いて、はい、本当に9割ぐらいないんでカメラマンって。あ、なるほど。9割。プロ野球はあるんですけど、そうですね、うん、だからプロ野球も地方に行ったら同じことやってるんです。はい、あ、だそのエリアで限られた中で撮ってます。なるほど。あ、ブログ拝見してるんですけれども、はい、試合の写真だけ。最近ね、ちょっとサボっててね、はいはい、すいませんそんなこと、はい、昨日もサボってるっていうか言い訳ですけど、はい、選手、残ってる選手の、はい、サポートしてるんで。あ、遠征に行ってないのは認めますけど、はい、こっちでやってます。なるほど、はい、今ね、はい、手にグローブもついているんです。ミットがね、はい、ついてるんですけど。真っ黒だから。たくさんカメラマンなのに、はい、選手の練習の時間も一緒にグラウンドに立ってね。そうです。選手の球を受けていたり。だんだん格好がね、こんなになってきてね、はい、もう見えないですポロシャツジーンズから今こんなんですからね、一員に、はい、なってますね、はい、完全になっているので、はい、では、たくさんの、ね、はい、ブログを見てくださっている方、はい、またこれから見てくださる方にちょっと一言最後にお願いいたします。いつもご覧いただきありがとうございます。まあね、1回から9回まで基本的に18回更新するんですけど、あれはね、本当にすごい大変です、うん、写真を撮るだけでもある程度大変な中で、デーゲームでパソコンが反射するんですよ、うん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 、そこで写真をセレクトしてプレーを見てで言葉に変換してっていう作業が本当にイニング間でやらなきゃいけないので、基本的にだからもう先を見越して打つこともあるんですけど、それが一番大変というか手間を惜しんでやってる、他がやってないことじゃないですか、それを一人でやってるんでね、僕が、はい、っていうところをなんか見てほしいですね。だからその写真だけで感じてほしいっていうのがカメラマンとしてあります。はい、だから一番その回でいい写真をあげることを前提としてるんで。なるほど。じゃあ、あそこに上がってるのはよりすぐりの。そうですね。もっとあるんですよ。もっとありますけど、やっぱりその自分の中ではそのインパクトに当たった写真はヒットの写真とかっていうのを上げたいんです。はい、作品じゃないんで、報道として伝えたいんです。あ、なるほど、はい、だからそれ以外だったらいっぱいいい写真があるんです。だからそれはファールだったり三振だったりっていうところの写真は上げてないんで、 あれは全て結果の写真なので、うんうんうん、はい、というところですにこだわってやってるんで、アクセスすごいいただくんで、はい、すごい励みになってるんで、これでもうちょっとでシーズン終わっちゃいますけど、またそのシーズンオフも何らかの形で、選手の普段の、まあ、練習中心になるんですけど、伝えたいなっていうのはあります、はい、ありがとうございます。熱い思い、はい、熱い思い、カメラの向こうにも伝わっていると思います。伝わってたら光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は勝雄一郎さんにお越しいただきました。さようなら。さようなら。